東京ヤクルトスワローズは日本のプロ野球球団セントラルリーグに所属する東京都を保護地域とし都内新宿区にある明治神宮野球場を専用球場としているまた2軍の本拠地は埼玉県戸田市にあるヤクルト戸田球場である国鉄時代シーズンオフでリーグ拡張方針に伴うプロ球団乱立の煽りを受け 各地の国鉄鉄道管理局の野球部から選手が引き抜かれる事態が発生した。1949年の秋に当時の国鉄総裁、香山幸男が国鉄の新事態に即応して身近なプロ球団を結成するということはどんなものだろうかという発言を行った。新事態とは国鉄がこの年に公共企業体として発足したことを指す。また、 溝の人員整理や下山、三鷹、松川といった事件も相次いで起こっていた。この暗い雰囲気を払拭して、職員の士気を高め、明るい職場づくりのために、スポーツ、特に人気の高い野球に取り組もうとしたものである。香山幸まが大の野球好きだったことも、参入実現の一要因となった。交通協力会理事長の今泉秀夫の草案による、 国鉄プロ野球団の設置の功用は国民大衆と国鉄の結びつきを緊密かつ和やかなものにする野球を通じて国鉄職員の一本化を増進し相互の密着感を強化する健全な精神、身体を持つ職員を養成する国鉄部内のノンプロ野球の発展を刺激するであったしかし日本国有鉄道法に定職するため国鉄が 直接親会社になることはできず、国鉄の外閣団体である財団法人交通協力会が主体となり、1950年1月12日に財団法人鉄道、交際会、日本通運、日本交通公社などの企業により、株式会社、国鉄球団を設立。なお、交通協力会が発行する鉄道業界誌である交通新聞では、 1950年1月12日は、交通協力会理事長の今泉秀夫が、セントラルリーグに、加入申し込みを行ったものとされ、同じく交通協力会が発行する、交通年間の、昭和25年交通年譜では、5月18日株式、会社国鉄球団成立すとされている。球団名を、国鉄スワローズとし、セントラルリーグに加盟。初代監督には、 西垣徳男が就任。国鉄参入直前のセパは共に7球団であり、切りの良い8球団にしたいという思い、それも大企業である国鉄のプロ参入に、セリーグ関係者は色めき立っていたが、パリーグとの勧誘合戦により参入が立ち消えになって、しまうことを恐れ、セ、国鉄内部共に、極秘扱いで計画は進められた。 参入の元準備も佳境に差し掛かる頃には、交換でも国鉄参入の噂が立っていたが、国鉄がプロ球団など作るはずがないとパリーグは高をくくっており、参入は至って順調に成功した。本拠地は、元低新将総裁、松前重吉の尽力で、武蔵境の旧中島飛行機工場跡地に、 新しい野球場、武蔵野グリーンパーク野球場が建設された。しかし、参入型新球団より遅れていたため選手確保が、ままならず、自前の鉄道局野球部を中心に、他の社会人や大学などのアマチュア野球に残っている人材をかき集めたが、プロ経験者は、第二次世界大戦前の一時期半球に在籍した、中村久しただ一人という状態だった。 アマチュア野球では、競合の鉄道局野球部もプロでは全く通用しなかったため、松竹、ロビンスの二軍監督、森谷良平と、かつて、4. 満鉄クラブに在籍していた、宇佐美和夫を、追加補強して、クリーンアップに据えたものの、その後も貧打に悩まされた。3月10日の球団初公式戦の対対応、ホエールズ戦に2対1で敗れ、 続く11日の対広島カープ戦に3対2で、球団初勝利を挙げる。しかし、序盤の3月21日から14連敗、4月26日から10連敗で再開で、8月に、競泳賞の金田翔一が高校を中退して、入団し、10月1日に、プロ初勝利を挙げるとこの年8勝を挙げ、チームは、 終盤13連敗の広島に代わって7位となった。この年チームは42勝94敗2分で、首位招致クロビンスから57.5ゲーム、最下位広島と1.5ゲーム差の8球団中7位に終わる。シーズン終了後、西日本パイレーツがセリーグを脱退したため、セリーグは7球団となる。開幕から4月にかけて12勝4敗で首位に立つが、 5月に入り6連敗で2位に落ちると、6月には3勝10敗として、前半戦終了時には6位となっていた。8月に入り、金田正一がこの月6勝を挙げ、チームは11勝10敗で勝ち越し5位に浮上し、そのままシーズンを終える。金田は22勝を挙げ、最多奪三振を獲得するとともに、9月5日に球団初となる。 ノーヒットノーランを達成。土屋五郎が、球団初のタイトルとなる、最多ールを獲得。この年より、フランチャイズ制が導入され、国鉄は読売ジャイアンツ、毎日オリオンズ、ダイエースターズ、東急フライヤーズと共に、高楽園球場を本拠地とした。開幕から2勝2敗とした後は4連敗、4月に、入り4連敗と6連敗、5月に10連敗と、 連敗を重ねたが、松竹と広島が低迷したことで5位でシーズンを終了。この年120試合制となり初の50勝到達となったが、このうち半分近い24勝は金田正一で2年連続奪三振王となった。佐藤隆夫が球団初の新人王を獲得。松竹と太陽が合併したことで、この年からセリーグは、 現在の6球団制に行こう。45勝79敗1分に終わり、首位巨人から42ゲーム差、5位太陽小畜と4.5ゲーム差で、球団初の再会となる。西垣徳夫が監督を退任、後任は、藤田総一。読売ジャイアンツから移籍した、宇野光雄の活躍で、同年の対巨人戦8連勝。宇野と、箱田博史が、 球団初のベストナインを獲得する。首位中日から32ゲーム差、55勝73敗2分の5位に終わる。10月19日、金田翔一が、シーズン350奪三振を記録。NPB 新記録となるとともに、大リーグボブフェラー348を抜く世界、新記録。町田幸彦が本塁打王を獲得。十七勝十一敗二分で、 主位巨人と34.5ゲーム、4位広島と1ゲーム差の5位に終わり、藤田が監督退任、後任は宇野光雄対巨人戦で11勝と互角の試合を見せる。大脇照夫が5月3日の対中日戦で、ノーヒットノーラン、宮地これともが対広島で球団初、日本プロ野球3人目となる完全試合を達成している。チームは、 首位巨人と21ゲーム差、61勝65敗で4位に終わる。オフ、南海ホークスから飯田特寺を金銭トレードで獲得。金田正一は7月15日の対中日戦で2戦、脱三振を記録。8月21日の対中日戦で、プロ野球4人目の完全試合を達成し、この年は、最多勝利と最優秀防御率を獲得。 沢村章と、自身初のベストナインに選ばれている。佐藤隆夫が22本塁打で、本塁打王となる。チームは58勝68敗4分、首位巨人から15.5ゲーム差の4位に終わる。開幕戦の対巨人戦、金田翔一が、巨人のルーキー長島茂雄を4打席連続三振に、抑えるなど、4対1で勝利する。 翌4月6日のダブルヘッダーでも4対2、4対3と勝利し、開幕3連勝とする。5月24日の大阪新戦で、飯田徳治が、アキレス県切断、日本プロ野球記録の連続試合出場記録が1246で止まる。6月6日、金田が、球団初の通算200勝を達成。チームは2年連続の58勝68敗4分。 首位巨人から17.5ゲーム差の4位に終わる。金田翔一が、投手部門三冠王と、沢村賞を獲得。この年も開幕戦の対巨人戦で、金田翔一が、巨人のルーキー王・貞ダを2三振に抑えている。チームは63勝65敗2分、首位巨人から15.5ゲーム差の4位に終わる。9月30日に、金田翔一が、 対中日戦で勝利して、10年連続20勝を達成するが、チームは54勝72敗4分、首位太陽から17.5ゲーム差、7年ぶりの再開となる。宇野は、監督を辞任、公認は、素直しく2都6月6日、森滝義美が、プロ野球史上5人目となる完全試合を達成。 67勝60敗3分で3位とし、球団初、国鉄球団として、最初で最後となった、A クラス、シーズン通算勝ち越しを記録する。9月5日、金田翔一が、メジャーリーグ、ウォルター・ジョンソンの記録を抜く、通算3 5 0 9奪三振を達成。51勝79敗4分、首位半身から24ゲーム差の再開となる。 セリーグは3割打者が1人という投げ高打てへのシーズンだったが、その中でも国鉄のチーム打率は201だった。これは2リーグ制以降の最低の記録である。11月、東映と共に韓国に遠征し、親善試合を行う。素直しは、監督を退任、後任は浜崎真嗣。オフ、西鉄から豊田や光を獲得。年々増大する。 経営費のために経営主体は交通協力会から鉄道交際会へと変わっていたが公共企業、国鉄の球団であるという対面もあり相当の緊縮財政だった。新人選手の契約金は高騰する一方で満足な補強もできず同年に起こった三河島事故による批判は球団にも飛び火していた。この年の8月、球団上等を前提とした業務提携を 三経新聞社、富士テレビジョン日本放送、文化放送と結び、富士三景グループとの関係が生じ、この時点で実質的な経営主体は富士三景グループに移る。5月8日の対太陽戦で、金田翔一が通算三百勝を達成。チームは65勝73敗2分、首位巨人から18ゲーム差の4位。浜崎は監督を退任。 後任は、林義一。本拠地を、高楽園球場から、神宮球場へ移転する。7月30日、金田正一が、入団2年目の1951年から14年連続となるシーズン20勝を達成。61勝74敗5分、首位半身と18.5ゲーム差の5位に終わる。同年オフ、林義一の監督鋼鉄、流入をめぐり、 産経新聞と国鉄は激しく対立。エースの金田が、林監督がそのまま続投した場合移籍するが、解任された場合は残留するとの声明を出した。ことから、国鉄は、元として、林の鋼鉄を主張。一方の産経サイドは、他社マスコミにより、林監督鋼鉄のスクープを先取りされていたことがあり、議論は、平行線をたどり、最終的には、 経営主体の産経サイドが意見を押し切った。林は留任し、金田は10年選手の特権を行使して巨人に移籍した。金田を失ったことにより国鉄は経営意欲を完全に喪失し、富士山系グループへ経営権をすべて譲として、経営から撤退することとした。元より国鉄球団は業務提携後富士山系グループの資金力に、 まるまる依存しており、異常は時間の問題と見られていたが、喧嘩別れで、球団譲渡という結末となった。3K 時代4月23日、国鉄は、球団の経営権を、3K 新聞と富士テレビに譲渡することを発表し、5月10日、3K スワローズに解消。3K 初年度となったが、国鉄初年度以来の90杯以上となる、44勝91敗5分。 主位巨人とは45.5ゲーム差となった。この年からドラフト会議が行われているが、一位指名の川本和明をはじめ11名中9名が入団拒否している。1月7日、少年野球ファン開拓のためという理由に加え、富士テレビで鉄腕アトムが放送されていたことや手塚治虫が当時、球団講演会副会長だったという経緯もあって、 鉄腕アトムをペットマークに使い、チーム名をケイアトムズに、運営会社名を株式会社ケイアトムズに解消。同年ヤクルト本社が株式を取得して、球団運営に参加。これに伴い球団機も当時のケイ新聞の社機をアレンジしたものを使っていた。52勝78敗で対応と並んで5位、首位の巨人とは37ゲーム差。 58勝72敗5分で首位の巨人と26ゲーム差の5位。巨人に3勝23敗の惨敗。高楽園球場で13連敗。竹上史郎が新人王を獲得。1月28日、神奈川県横須賀市に竹山球場が完成2軍本拠地となる。5月26日には対広島戦に勝利し、球団通算戦勝を達成。 来日2年目のデイブ・ロバーツが40本塁打を打つなどしてベストナインを獲得。投手では一度46がチームとしては金田正一以来となるシーズン20勝を挙げる。64勝66敗4分、首位の巨人とは13ゲーム差の4位。アトムズ時代、産経新聞は本体の業績不振のため株式の一部をヤクルト本社へ売却。 球団経営に積極的だった産経新聞、フジテレビジョン社長の水野修行が病に倒れ、後を継いだ、しかない信孝が富士産経グループの事業見直しを行った。結果、不採算だったプロ野球球団経営からの撤退、資本関係のみの継続を決めたもの。当時、ヤクルト本社は水野とは旧知の間柄だった南喜一が代表者を務めていた。 実質経営権は、ヤクルト本社が握ったが、表面上は共同経営都市球団名を、アトムズと、運営会社名を株式会社アトムズ球団とした。これは2リーグ分立以降で、チーム名に企業名、地域名などの冠無理名がつかない、唯一の例となった。この年は、ボブチャンスが24試合で12本塁打を記録し、58勝69敗3分で、 首位の巨人と16.5ゲーム差の5位だった。1月7日に、ヤクルト本社が公式に単独で経営権を持ち、球団名を、ヤクルトアトムズに、運営会社名を株式会社ヤクルトアトムズに、解消となり、チームカラーも、ヤクルト本社の茶色である赤、白、緑のものとなった。この年は、序盤から大きく出遅れ、8月には1936年の、 大東京軍と並ぶ16連敗を喫した。この連敗期間中の8月20日に、別所竹彦が監督を解任され、2軍監督の小川義春が、シーズン終了まで、代理監督を務めた。結局、シーズン92敗を喫し、33勝しかできず、勝率は3割を大きく下回る。264で、首位の巨人に45.5ゲーム差をつけられ、 再位に終わる。巨人戦、阪神戦ともに5勝21敗で、高楽園球場では13戦全敗。二桁勝利投手ゼロは、球団史上初。東条文み広が28投類で、投類王。三原監督時代、三原治が監督に就任。チームは52勝72敗6分けの勝率。419と、 前年より盛り返すものの2年連続再開に終わる。松岡博士は14勝を挙げた。9月27日、二軍はイースタンリーグで初優勝している。前年に三原と共に入団した中西太志打撃コーチのマンツーマン指導を受けた2年目の若松勤が首位打者。 ルーキーの安田岳も1972年1973年と2年連続で防御率1位となって頭角を表す。彼らの活躍もあり、この年は最下位を脱出、60勝67敗3分けの勝率。472の4位に浮上。8月12日、2軍は2年連続イースタンリーグ優勝。 62勝65敗3分けの勝率。488にてチームは2年連続の4位に、終わり三原は、監督を辞任。11月26日、虫プロダクションの倒産に伴い、鉄腕アトムのキャラクター使用を中止。10月26日、球団名を株式会社、ヤクルト球団、チーム名を、ヤクルトスワローズに変更。 キャラクターも、ツバメをモチーフにしたものに変更。荒川、広岡監督時代打撃コーチの荒川博が監督に、昇格、コーチで入団した、広岡達郎、沼沢幸一郎、小森幸貴と、壮大カルテットを形成した。松岡が17勝、浅野慶治も、防御率2位と活躍し、チームは60勝63敗7分けの勝率。 488にて13年ぶりの A クラスとなる3位。日本ハムとの交換トレードで大杉勝ツを獲得したが、結果は57勝64対9分けの勝率。471の4位。シーズン終了後に竹上志郎が引退。5月12日、荒川博監督が成績不振を理由にシーズン途中で休養し、 ヘッドコーチの広岡達郎が5月13日から代行となり、6月17日に監督就任。結局52勝68敗10分けの勝率。433の5位に終わり、国鉄時代の1962年からこの年まで15年連続シーズン負け越しを記録し、セリーグワースト記録となる。なお、 全球団に負け越したにもかかわらず、再開を免れたのは、日本プロ野球史上初めてのケースだった。大杉がこの年多くの記録を立て、9月14日の対陽戦では1イニング5本塁打の日本体記録を達成した。若松が2度目の首位打者、入団2年目のチャーリー・マニエルが42本塁打を放つ。62勝58敗10分けの勝率。 517により、チームは、球団創設以来初の2位に躍進。前年の2位躍進に気を良くしたフロントは選手に対し、ブラジルへのヤン旅行を計画したが、広岡監督はこれに反対し、旅行するぐらいなら、温暖な海外でキャンプをと希望。これを受けて2月、球団史上初めて、日本国外キャンプとなるアメリカユマキャンプを行う。 疲労ーの参謀として、巨人時代の同僚だった森正彦が、ヘッドコーチで入団、キャンプでテストを受けたデイブ・ヒルトンも加わり打線は、厚みを増した。初優勝を狙うチームは、前半を首位で折り返すも、後半に入り失速、3連覇を狙う巨人に抜かれ、8月には一時4.5ゲーム差をつけられるが、8月26日からの対巨人3、連戦を、 松岡の完封、安田の連日の氷リリーフで2勝1分けと持ち直し、巨人に代わり首位に返り咲く。9月に初めてマジックが点灯すると、9月19日のダブルヘッダー第2試合、さらに、杉浦徹が、連日のサヨナラ打を放った20日21日と3試合連続サヨナラ勝ちを収め、階級団相手に取りこぼす巨人を尻目に一気に加速。 10月4日の対中日戦で創立29年目で初のリーグ優勝を決める。日本シリーズではそれまで3年連続日本一だった阪急ブレーブスを4勝3敗で下し初の日本一。この年は開幕から129試合目まですべて得点を挙げていたが最終戦の広島戦で大の豊かに完封負けを喫し,し全試合得点とはならなかった。 なお、広岡監督が、勝力松太郎賞に、若松が、チーム初のセリーグ最優秀選手に選出された。マニエルの近鉄への放出を軸としたオフの補強に、失敗し、開幕8連敗と大きく出遅れる。5月に盛り返し、5月27日には、マニエルに代わる、新外国人、ジョン・スコットが、サイクル本類打を放つ活躍で勝率を5割まで戻すが、 その後は、再び再会を独走。8月にヘッドコーチの森が解任され、これに激怒した広岡が、途中休養指示人。打撃コーチの佐藤隆夫が、代理監督を務めた。結局このシーズンは48勝69敗13、分けで8年ぶりの再会。日本一の翌年に再会に転落するのは、1961年の、 太陽以来18年ぶり2度目の不明よ。竹上監督時代、竹上志郎が、球団初の生え抜きとして、監督に就任。相性優先のローテーションで、巨人、中日、阪神、太陽から15勝以上上げるが、広島に大きく負け越し。結局この年優勝した広島に大差をつけられての68勝52敗、10分けの勝率56。567、 2位に終わる。松岡が最優秀防御率のタイトルを獲得。マニエルが近鉄から復帰し、優勝への期待が高まるが、マニエルは年齢的な衰えで12本塁打に止まり、さらに若松、スコットが相次いで負傷し、外野陣が崩壊、出場機会が大幅に増えた、ダイソー、守備固め専門の青木実が、トール用を獲得したが、 チームは56勝58敗16分け勝率。491の4位に終わる。シーズン終了後に安田が引退。優勝当時の主力である大杉、大谷秋彦、松尾からの衰えと外国人選手ラリー・ハーローらの不審からシーズン序盤より再開を独走。最終結果は45勝75敗10分け、勝率。 375で首位の中日と23.5ゲーム、離される。ドラフトにて巨人との抽選の末入団交渉権を獲得した荒木大輔が入団し、近鉄とのトレードで妹隆史を獲得する。しかし、チームは妹や松岡、ボビー・マルカーノらの不審もあり、53勝69敗、8分けの勝率。 434にて2年連続再開に終わった。シーズン終了後に大杉が現役引退。4球団競合の末ドラフト1位で獲得したルーキーの高野光が開幕投手に大抜擢され話題となったが開幕からチームは不振が続く。竹上がシーズン途中で監督休養中西太とが代理監督に就任するが 中西も途中休養。投手コーチだった、土橋正幸が、シーズン終了まで、代理監督を務めた。この年、チームは51勝71敗8分けの勝率。418の5位となり、辛くも再開を免れる。土橋監督時代、明治大学の司法広沢国旗を獲得。杉浦徹が、自己最多の34本塁打。 八重菓幸男も保守として球団初の3割打者と活躍したがチームはシーズン早々から首位戦線から1チームだけ脱落し神宮で阪神に優勝を決められ結局46勝74敗10分け勝率383の再開10月9日に若松が2000本安打を達成 シーズン終了後に優勝バッテリーの松岡と大谷昭彦が共に引退。同年、日本プロ野球選手会は、労働組合の資格を得たが、オーナーの松園直美は、ヤクルト本社をはじめ、グループ内で労組を結成している会社はないとして、ヤクルト選手会を労組選手会から脱退させた。マルカーノに代わり、対応を自由契約になったレオンリーが入団するが、 この年もシーズン早々から、首位戦線を脱落。2年続けて、神宮で優勝を決められ、49勝77敗、4分けの勝率。389と2年連続の再開となり、土橋は、辞任。関根監督時代、関根純三が監督に、元阪神監督の安藤元が、ヘッドコーチに就任。シーズン途中に入団した。 現役大リーガーボブホーナーが、ホーナー旋風を起こし、9年ぶりに、広島戦に勝ち越し、チームは58勝64敗8分け勝率。475にて4位に浮上。荒井幸男が、新人王を獲得。この年のドラフト会議で、長島和茂との交渉権を対応と抽選の末に、獲得。シーズン5位に終わるが、抑えの伊藤秋光が全て救援。 規定投球回数未到達ながら18勝で最多勝ち。広沢勝美と池山龍冠が30本類台以上を放ち、栗山秀樹が規定打席未到達ながら打率。331を記録し対等。巨人戦も8年ぶりに勝ち越し。ラリーパリッシュが本類打王。新人の戸な氏の健二が新人王を獲得。 高卒3年目の内藤直行が12勝8セーブと活躍。一方で、パリッシュ、広沢、池山が共に1 0 3三振を記録。55勝72敗3分けの勝率。433にてシーズン4位に終わり、関根が監督を優待、若松が現役を引退。このオフ、ヤクルト選手会は、ローソ選手会に復帰した。 野村監督時代、野村克也が監督に就任。チームは、前年本類打王のパリッシュを解雇し、代わりに、ドーエイン・マーフィーを獲得、さらに当時メジャー133勝の実績を誇った、フロイド・バニスターを獲得した。野村は、新人の古田敦也を正保手に起用、またそれまで捕手だった、飯田哲也をセカンドにコンバートし、柳田孝一をレギュラーに抜擢する。 高卒2年目の川崎健次郎が12勝。しかし、この年は、マーフィーや、バニスターの不審及び早期退団、荒木、高野、伊藤らの長期離脱、内藤らの不審もあり、58勝72敗の勝率。446。中日戦で7年ぶりに勝ち越したが、優勝した巨人から30ゲーム差もつけられ、目の前で優勝を決められて5位に終わる。 オフに、栗山秀樹が引退。6月に、球団新記録の12連勝で一時は首位に立つも、その後失速し、優勝争いから脱落するが、最終戦に勝利し3位を確定。67勝63敗に分けの勝率。515にて11年ぶりの A クラスかつ5割以上を記録。広沢が、打点王、古田は、保守としては、 野村以来二十六年ぶり、セリーグでは、初の首位打者となる。この年限りで、小花高尾が引退。九百九十二年キャンプ中の怪我により、前年十四勝の川崎を欠く苦しいシーズンとなるも、広島、巨人、阪神との優勝争いとなる。西村隆二と、岡林洋一以外の先発陣が手薄だった、投手陣は四月に、高野、五月に伊藤と,うとう、 故障で長年離脱していたベテランが復活。開幕ダッシュに成功し首位を走るも、7月の巨人との天皇山で3連敗。前半戦の3位で折り返す。後半に入ると、前半戦わずか8本塁打のジャック・ハウェルが、本塁打を量産し首位に返り咲く。一時は、貯金15を数え、逃げ切れるかに見えたものの、100試合を過ぎたあたりから、 投手陣全体の駒不足に苦しみ始めた、挙句大失速。チームは9月に入り9連敗を喫した。貯金3の3位まで転落するが、9月24日に、荒木が1541日ぶりの復活登板を、果たし息を吹き返す。巨人、広島の脱落により、阪神との一騎打ちとなった、本巨人グル球場での10月6日からの、直接対決に連戦では、 まず初戦は、広沢の決勝ソロ、岡林の完封により、勝利、共に66勝を60敗で並ぶ。翌7日は9回裏死まで1から3と苦しい、展開に追い込まれるも、広沢の死球を足がかりに、飯田の三塁内野的時だ、荒井の左前的時左よ奈良だなどにより、奇跡的な逆転勝利をつかみ、一気に優勝に近づいた。 10月10日の甲子園での阪神との直接対決で、ハウエルが2打席連続本塁打、先発、荒木の高等を受けて最後は伊藤が締めくくり14年ぶりの優勝。後半戦だけで30本塁打のハウエルは、首位打者と本塁打王の2冠となり、MVP も獲得した。最終成績は69勝61敗1分けの勝率。531。日本シリーズは、 西武ライオンズと対戦。シーズン中同様に怪我人等の投手ゴマ不足で、岡林が7戦中3戦先発関東、伊藤、金沢次男が、岡林が関東した試合以外中継で前、試合当番シーズン未勝利の高卒新人、石井和久を先発で起用と、総力戦で西武に食らいつき、第7戦、延長10回まで行きながら3勝4敗で敗退。 同年オフ、長島和茂が、巨人に移籍。この年のシーズン観客動員数247万7000人は、2015年シーズンに終了現在、球団記録である。前年苦しんだ、投手陣の底上げを図る。前年不在だったストッパーの座に開幕直後は、山田勤と5月からは、高津慎吾が座り、先発投手陣では、 新人の伊藤敏人が故障で離脱するまで7勝、5関東、4関風防御率0.91の驚異的な活躍で新人王を獲得。岡林は前年の国史の影響で不調だったが、西村、伊藤、荒木、そして故障から復活した川崎健次郎と宮本健次が投手陣を支えた。なお、5月19日の対広島戦では、 互いに凄まじい打撃戦を展開の上、延長14回17から16にて勝利を収めている。ペナントレースは、夏場から中日との一騎打ちとなり、8月末から9月頭の、名古屋球場での直接対決3連戦での敗北で一度は、首位を明け渡したものの、終盤での11連勝などが効き、中日を突き放した。広沢が2度目の打点を、 ハウエルがさよなら本塁打5本と、勝負強さを発揮し、リーグに連覇。広島戦では6年ぶりに勝ち越した。日本シリーズでも4勝3敗で西部に、前年の雪辱を果たし15年ぶりの日本一、シリーズ MVP の川崎は、カムバック賞も受賞した。勝力松太郎賞を、野村監督が、シーズン MVP を古田がそれぞれ獲得。 オフに杉浦と八重菓子が引退し、両名をもって、ヤクルトアトムズに在籍経験のある選手は、全員が現役を退いたことになった。高津が最優秀救援投手を初受賞するが、伊藤、川崎、西村、荒木ら投手陣の不調、故障離脱が相次ぐ。さらに古田が右手不詳で、戦線離脱したことや池山の怪我、ハウエルや新外国人、 ジェラルド・クラークラの不調も響き、2年、連続リーグ制覇から一転して62勝68敗の勝率。477で阪神と同率4位。初優勝時のメンバーで最後の現役選手だった、フジオが引退。シーズン終了後、広沢勝が FA を宣言し巨人へ移籍。自由契約のハウエルも巨人に入団する。広沢とハウエルが入団した。 巨人相手に不利が予想されたが、巨人との開幕第二戦を、桑田雅美の危険球退場をきっかけに逆転勝ちし、流れが一変。打撃陣は、古田、飯田がシーズン通して活躍。土橋克幸が、野村監督から、影の MVP と称賛される活躍で、後半3番に定着。半身を解雇されたトーマス・オマリーが狭い神宮で、 本塁打を量産し、自身初の30本塁打。同じクロッテを解雇されたヘンスリー・ミューレーンも、買い打戦で29本塁打を放ち、池山と第二のクリーンアップを形成した。投手陣は、テスト入団の新外国人、テリー・ブロスが9月9日の巨人戦で、ノーヒットノーランを達成、最優秀防御率を獲得する。西村とのトレードで近鉄から移籍してきた。 吉井正人二年目の山部太志、四年目の石井はじめが、揃って二桁勝利。九月三十日に、本拠地ジングル球場にて巨人を5から0で下し、二年ぶりの、リーグ優勝。オリックスブルーウェーブとの対戦となった、日本シリーズでもオーマリエが活躍、古田を中心とするバッテリーも、一郎を中心とする、相手打線を抑え4勝1敗、二年ぶりの日本一に、 輝いた。大英から遺跡の田畑和也が12勝、西部から戦力外通告を受け遺跡の辻初彦が、リーグ2位の打率3割3分,3分3厘を記録。しかし、シーズンは、ブロスや山部、高津、古田、ミューレンの不調や岡林、川崎、石井はじめらの故障による、長期離脱が、相次ぎ、ベストメンバーを揃えることができず、 一度も、首位戦線に絡めないまま61勝69敗、勝率。469のリーグ4位に終わる。オマリーとミューレンが抜けたものの、この年も、野村再生工場がさえ渡る。広島を自由契約になった、小早川武彦が入団、開幕戦の巨人戦で、それまで3年連続で開幕戦完封を続けていた、斉藤正樹から3打席連続本塁打。 中日から自由契約となった野中徹博が13年目で初勝利大英から自由契約となった広田博明もリリーフ陣を支える開幕前は低評価だった新外国人のドゥエイン・ホージーが巨人松井秀樹を抑え本類打王を獲得4番の座には古田がつき本類打こそ9本だったが高打率を記録しつなぎの4番として君臨した 投手陣では、田畑が15勝、吉井が13勝、伊藤聡も、高津とのダブルストッパーで復活した。終盤、横浜ベイスターズに、最大10あったゲーム差を3.5まで迫られるが、9月2日の直接対決で、石井はじめが、ノーヒットノーランを達成するとその後は、横浜を突き放し結果的に11ゲームという大差を、つけ2年ぶりの優勝。 日本シリーズでも、東を治監督率いる西部を4勝1敗で、尻溶け4度目の日本一。古田が4年ぶり2度目のシーズン MVP に輝いた。オフに、吉井が FA で MLB のニューヨークメッツに移籍。開幕直前に日本ハムとの交換トレードで、野口杉弘を放出し、後に、選手会長となる、白石則之を獲得。 同年、高卒新人の五十嵐両太を擁し、球団史上初のファーム、日本選手権制覇を達成した。しかし一軍は、巨人との開幕3連戦3連敗もあって、シーズン当初から波に乗れず、川崎が17勝で最多勝ち、石井はじめが、最多奪三振を獲得するも、新外国人、ライル・ムートンや、マーク・ウェカー、ホージー、 古田ら東田の歯車が合わず66勝69敗、勝率。489の4位に終わる。野村は同年限りで退団し、後任には打撃コーチの若松勤が就任。若松監督時代先発陣が、総じて1桁勝利に終わるなどし66勝69敗、勝率。489の4位と低迷したが、前年まで、 通算発祥の高木明次が、プロ入り初の規定投球回数に到達して、チームの日本人最多の9勝を、新外国人のジェイソン・ハッカミーがチーム最多の12勝を、挙げた。野手陣では、ハッカミー同様新外国人のロベルト・ペタジーニが44本塁打を放ち本塁打王を獲得、オリックスからトレードできた、高橋里志が復活をアピールし、主に守備要員だった。 佐藤真一が突然の打撃海岸でチームを牽引。また、プロ3年目の岩村明則の成長など明るい話題もあった。なお長年続いていた湯間キャンプはこの年限りで撤退している。石井和久がシーズン最終登板で中日の山本正を抜いて最優秀防御率のタイトルを獲得する。五十嵐も前半リリーフ登板だけで11勝を挙げる。 活躍をしたが、チームの幸不調の波が激しく、66勝69敗、1分け、勝率。489と、過去2年と同じ成績で3年連続の4位に終わるが、優勝した巨人には16勝11敗と勝ち越した。オフに、ハッカミーが対談。投手陣は、川崎が、FA で中日に移籍、伊藤里志、新外国人、アラン・ニューマン。 ジョナサン・ハーストラの故障離脱で、先発投手が不足する中、石井はじめ以外、新しい投手陣に様変わり。二年目の藤井周吾が14勝を挙げ最多勝ち、巨人を解雇されテスト入団の入木里氏とオリックスを、解雇されテスト入団二年目の前田博次の、リストラ組も、それぞれ10勝、7勝とローテーションを支え、横浜を解雇された、島田直也が、 チーム2位の52試合に登板。打線も、本塁打と打点の2冠のペタジーに、打率2位の古田を筆頭にレギュラー8人がすべて、規定打席到達という安定ぶりで、この年のみ、採用の、勝利数優先の順位決定方式を逆手に取り、巨人を振り切り4年ぶりのリーグ優勝。若松は、球団生向抜きとして、初の優勝監督となった。 10月6日、優勝を決め堂上げされた直後のインタビューで、ファンへの感謝を言うべきところ、ファンの皆様、本当に、あのー、おめでとうございます。と言い間違え、九死に残る名言となった。日本シリーズでは、大阪近鉄バファローズと対戦。近鉄自慢の、伊手前打線を封じ込めて4勝1敗で4年ぶりの、日本一を達成。オフに、石井はじめが、 大リーグのロサンゼルスドジャースに移籍した。この年、セリーグは、勝数で順位を決定した。ただし、勝数が、最も多い球団と勝率が、最も高い球団が異なる場合は、プレーオフで、優勝決定する方式へと変更し、マスコミ等に掲載される、順位表も勝数順とされた。しかし、各球団試合消化数には、違いがあり、実際に優位に立つのは、 勝率の高いチームだった。ドーム球場をフランチャイズとして、順調に試合を消化した巨人に対し、雨天ん中止があるヤクルトは例年に比べてさらに、試合消化が鈍かった。このため前半戦終了時には、巨人の方が、試合数が多いため勝ち数も多く、首位に立ったが、勝率ではヤクルトが上回り、ゲーム差でも4.5差をつけていた。この、 隠れ主位の状態は8月まで続いた。このような経緯があったためか、2002年からは、勝率優先の順位へと戻った。ただし、2007年のクライマックスシリーズ導入までは、勝率が最も高い球団と勝ち数が最も多い球団とが異なる場合は、プレイオフで優勝を決定することは変わらなかった。また、この年は21世紀最初のペナントレースだったので、 ヤクルトは、21世紀最初のセリーグ優勝、日本一球団となった。チームは2位を確保。ルーキー、石川正則が12勝を挙げ新人王に、石井博俊氏が69試合に登板にし、最優秀中継ぎ投手に選出された。また、前年に途中入団したケビン・ホッジスが、最多価値を獲得した。 黄金時代を支えた池山龍冠はこの年限りで引退。シーズンオフにペタジーニが巨人に移籍した。シーズン前に西部を自由契約となっていた鈴木健を獲得。高津慎吾が佐々木和弘の持つ通算229西部のプロ野球記録を更新し最優秀救援投手を獲得した。高津はオフに大リーグのシカゴホワイトソックスに移籍。 また、来日3年目のアレックス・ラミレスが本類打王、打点王、最多安打と3つのタイトルを獲得し、ペタジーニの穴を埋める活躍を見せた。チームは中日、巨人、広島との A クラス争いの末、巨人と同率の3位。年間の総得失点差がマイナス73点だったにもかかわらず、最終戦で巨人を抜き72勝64敗の2位で、 シーズンを終え、球団史上初の4年連続 A クラスを達成した。オフに、稲葉敦志が、日本ハムへ、FA 一席。4月24日、古田が保守としては、野村克也以来史上2人目、大学、社会人を経て、プロ入りした選手としては、史上初の通算2000本安打を達成。シーズン結果は4位。シーズン終了後、若松は、監督を退任。 後任は古田が選手兼任監督として就任した。二軍はこの年から社会人大会に出場している。球団はシーズンオフにメジャーから日本への復帰を果たした石井はじめを2年契約により獲得し、広島の4番打者だったグレッグ・ラ・ロッカも獲得するなど積極補強に動いた。古田監督時代前年12月19日のプロ野球実行委員会で、 古田の悲願だった地元密着型として東京ヤクルトスワローズへのチーム名変更が全会一致で承認されユニフォームに国鉄時代以来となる東京の文字が復活した2006年も前年同様リックガトームソンがノーヒットノーランを達成するなどの活躍で交流戦2位になるが交流戦終了後はほぼ5割ラインに停滞し続ける 結果3位となり2年ぶりに A クラスは確保したが優勝争いに絡むことはほとんどなかった。11月4日には神宮球場において東京六大学選抜とヤクルトによるアマプロ交流試合が実施され外国人選手と FA 移籍を控えた岩村を除く一軍メンバーが出場。試合は3対2でヤクルトが勝利している。この年のオフ岩村が 大リーグタンパベーデビルレイズへ移籍。ガトー・ムソンがソフトバンクホークスへ、ラロッカがオリックスへ移籍。いガラシ石井博都氏のロケットボーイズが手術の影響でシーズンを棒に、振ったのを皮切りに、リッキー・ゴンザレス、アダム・リグス、高津慎吾などの主力級が次々と離脱、全く戦力が整わなかった。最終的に、青木のリチカが首位打者、 アレックス・ラミレスが、打点王、最多安いんだ、セス・グライシンガーが最多小投手になるが、シーズンは、名古屋ドームでの開幕3連戦3連敗から一度も、立ち直れず、143試合目で1986年以来21年ぶりの、再開を確定させてしまう。8月から、東京の UHF、東京メトロポリタンテレビジョンで2007年度初の、テレビ中継が開始。 以前から年間数試合は中継があったが近年は一試合も中継がない年もあった。9月、古田の現役引退退団が発表された。なお、伊藤明光も辞意を表明したためチーム最年長コーチの八重樫幸男がヘッドコーチ代理を兼任していた。公認監督は高田茂一軍投手コーチに荒木大輔がヤクルトに復帰した。一方、 選手では、打点王、最多安打のラミレスとこの年16勝を挙げた、グライシンガーが巨人へ、石井和久が FA で西部へ移籍、石井の人的保証として、福地久木を獲得した。年明けには、藤井合を交換要因とする3対3のトレードを日本ハムと行い、押本武彦、川島慶三らを獲得した。 高田監督時代前年チーム勝利数1位、グライシンガー、2位、石井和久、3位、藤井修吾が軒並み移籍し、残った選手の勝ち星が4勝以下だったこともあり、不安視されたが、巨人に開幕3連勝をするなど4月終了時は3位に立ったが、石川正則、立山翔平に続く先発が不在となる。野手では、 福地久木や飯原誉氏をはじめとする俊足の選手が中心となったが、前年本塁打大争いを演じたアーロン・ガイエルの離脱などで長打力に欠けた。夏場には、北京オリンピックで青木と宮本が離脱したため、戦力が安定せず、シーズン終盤に8連敗を喫し,し、CS 争いを繰り広げる中日、広島に引き離され5位に終わった。 しかし、前年まで崩壊していた、リリー夫人が怪我で苦しんでいる最中に、林床優、押本武彦が活躍し、前年登板がなかった井原氏が復活、先発で結果が出なかった松岡健一が転校し、結果を残すなど整備が進んだ。横浜から FA 権を行使した相川良治を獲得し、球団初の FA 獲得選手となった。 長打補強のためジェイミーレントナを獲得した。このシーズンは、序盤から2位をキープして前半戦で貯金を、最大14まで伸ばしたが、後半戦に入った途端に急失速、8月には1971年8月以来となる月間18敗、9月にも1992年以来の9連敗を喫し、さらにはチームを支えてきた、田中博康や飯原、宮本。 川島慶三といった主力が怪我で離脱、宮本が強行出場するなど厳しい状態が続き、一時は阪神や広島に抜かれ5位に転落した。しかし、高木慶樹や鬼崎雄二の登場で息を吹き返し、10月9日の大阪神戦との直接対決に勝利して3位が確定し、3年ぶりの A クラス入りで初のクライマックスシリーズ進出を決めたが、 結果的に後半戦の大失速が響いて、初の勝率5割未満の CS 出場チームとなっている。中日とのクライマックスシリーズ第1ステージでは、第1戦は石川の高騰とデントナの逆転本塁打で勝利したが、新型インフルエンザにより、選手が離脱したことも響いて、2.3戦と中日に2連敗。1勝2敗で敗退した。オフには、 五ガラシ・太が FA で大リーグニューヨーク・メッツに移籍。阪神から FA で獲得した藤本厚氏の活躍で開幕3連戦で鬼門の東京ドームで勝ち越すなど、好調な滑り出しだったが、4月中旬以降は失速。交流戦で9連敗を喫するなど、一時は最下位に転落した。 5月26日のタイ北楽天ゴールデンイーグルス戦をもって高田が辞任、ヘッドコーチの小川敦氏が監督代行として指揮を取ることになった。第1次小川監督時代2010年の監督代行時代も含める。6月に打線の補強として女子ホワイトセルトレードではリリーフ陣の補強として渡辺久史樹や山岸城を獲得。 小川体制になってからは、野手人と、投手人ともに奮起し徐々に、チーム状況が好転していく。6月に14勝8敗、7月に11勝8敗、8月には、10連勝を含む18勝8敗と大きく勝ち越す。8月24日の対横浜ベイスターズ戦で、勝率を5割に復帰させ、その後も、勝率5割前後を維持しながら、 3位とのゲーム差を徐々に詰め、最小で3.5ゲームまで3位との差を詰める。しかし、最終的には前半戦の不振が響いた形となり、4位となり CS 進出はならなかったが、72勝68敗、4、分けとシーズン成績は6年ぶりに勝ち越した。このシーズンは、リーグ優勝した中日に相性が良く、セリーグた球団が苦手とした、 名古屋ドームでリーグ唯一の勝ち越し、シーズン対戦成績も15勝8敗1分けと唯一勝ち越し、特に小川大戦以降後は12勝3敗と圧倒した。高田監督時代に非常に苦手にしていた巨人に対しても後半戦は同一カード3連勝を含む対巨人戦5連勝などもあり、小川大戦に変わってからは8勝7敗1分けと勝ち越している。 東日本大震災の影響により、開幕日が当初の3月25日から4月12日に延期された。開幕直後は、ウラディミール・バレンティンや畠山和弘などが好調で4月下旬にはセ、セリーグの首位に立った。その後も、首位をキープし続け、8月には、阪神に一時詰め寄られるも、9月に急連勝して、阪神の追撃をかわし、 大巨人戦は12勝8敗4分と11年ぶりに勝ち越した。しかし、バレンティンや畠山ら主軸打者がシーズン終盤から相次いで打撃不振に陥ったことに加え、主力選手の離脱が相次ぎ最大10ゲーム差をつけていた2中日との直接対決は9月以降で1勝8敗と大きく負け越し2位に交代している。 最終的に70勝59敗15分、首位とは2.5ゲーム差で10年ぶりのリーグ優勝を逃した。クライマックスシリーズファーストステージで巨人に2勝1敗で勝利、球団初のファイナルステージに進出したが、中日に2勝4敗で敗退した。石井博士が現役を引退した。バレンティンが本塁打王を獲得。青木のリチカがポスティングシステムを利用して、 大リーグミルウォーキーブルワーズに移籍。3月19日には、球団事務所が、東京都港区の東新橋から、明治神宮野球場にほど近い北青山に移転した。3月30日の開幕、巨人戦で、球団史上初の開幕戦完封勝ちを記録し、4月24日に、対中日戦に勝利し、首位タイとすると、 続く26日の同カードでも勝利して、単独首位に立つが、交流戦では5月30日に、対日本ハム戦に敗れて、チーム39年ぶりとなる10連敗を記録するなど9勝15敗の、最下位に終わり巨人、中日の主位争いから、交代、前半戦は、広島と同ゲーム差の4位となり、後半戦は、広島との3位争いとなる。九月十九日、 対中日戦に0対4で敗れたが、この日広島も阪神に敗れたため、3位確定とし2年連続のクライマックスシリーズ出場を決めている。クライマックスシリーズファーストステージでは、中日と対戦。1勝1敗とした第3戦で1対0で、リードしていた8回裏に、トニブランコに満塁本塁打を打たれて逆転され、敗戦、1勝2敗で敗退した。 福知久木、宮井で高が現役を引退、林昭優が退団した。5月4日に宮本晋也が通算2000本安打を達成した。バレンティンが2年連続本塁打王を獲得。オフに元楽天の岩村明則が7年ぶりに復帰。5月以降は最下位に低迷し、9月23日の大半新戦に0対2で敗れ。 クライマックスシリーズ進出の可能性が消滅し、3年ぶりの B クラスが確定し、続く10月1日の対巨人戦で1対0で敗れ、6年ぶりの再会が決定した。本拠地、神宮球場では31勝32敗1分だったが、神宮以外の球場では26勝51敗3分と、大きく負け越した。宮本晋也。 藤本敦氏が現役を引退した。特にウラディミール・バレンティン以外の野手で、規定打席到達者が出ないなど、野手陣の不調、故障が響いた。ウラディミール・バレンティンが8月に日本プロ、野球新記録の月間18本塁打を記録するなど、本塁打を、量産、9月15日の大半神予選で、 日本プロ野球新記録のシーズン56号本塁打とアジア野球新記録の57号本塁打を記録し、この年60本として3年連続本塁打を獲得。投手では、新人の小川康弘が16勝4敗で最多勝ちと、勝率第1位投手賞の2冠を獲得。終盤まで最下位に低迷し、9月22日に小川厚監督が、 球団に申し入れ、今季限りで監督を辞任することを会見で、表明、9月29日の対広島戦に敗れ、2年連続再開が決定した。規定打席に到達して3割2桁本塁打を達成した打者を5人用し、チーム打率、得点数はリーグトップであった反面、規定投球回に到達した投手は、リーグ防御率再開の石川正則のみであり、 チーム防御率、失点数は最下位であった。10月8日、公認に、チーフ打撃コーチのマナカ・ミツルの就任が発表された。オフに2年続けて、最下位に陥った低迷から脱却するため、大型補強を観光した。国内 FA 権を行使した、ナルセ・ヨシヒサと、大引き刑事、メジャーリーガーのローガン・オンドルーセック。 FA 権を行使して読売ジャイアンツに移籍した、相川良次の人的保証として、奥村店進むを獲得。真中監督時代開幕後は、プロ野球記録となる14試合連続3、失点以下を達成するなど、投手陣が好調だったこともあり、一時は首位に立ったが、5月に入ると9連敗を喫し最下位に転落した。 バレンティンやラスティングスミレジラ主軸選手の怪我もあり、5月22日にミッチデニングと基本合意した。前半戦は4位ながらも、首位 DNA とは僅差の状態でターンした。後半戦突入後は、阪神、巨人とのデッドヒートの末、9月24日の対 DNA 戦に4から2で勝利して3年ぶりの A クラス入りとセリーグ一番乗りでの、 クライマックスシリーズ進出を決め、9月27日の対巨人戦に勝利し、優勝へのマジックナンバー3を点灯させた。そして10月2日の対半神戦に2の1で勝利し、14年ぶり7度目のセリーグ優勝を決めた。前年度再開からのリーグ優勝は1976年の巨人以来となり、2年連続再開からのリーグ優勝は2001年の 大阪近鉄バファローズ以来となった。バーネットが、自身二度目となる、最多西部投手、川端慎吾が、首位打者と、最多安打、山田哲人が本塁打王と盗塁王と、最高出塁率、畠山和弘が、打点王のタイトルをそれぞれ獲得し、山田は、史上9人目となる、トリプルスリーも達成した。クライマックスシリーズでも4勝1敗にて巨人を、 下して14年ぶりの日本シリーズ進出が決定。日本シリーズでは福岡ソフトバンクホークスと対戦し、1勝4敗で敗退して2001年以来の日本一を逃した。オフにバーネットがテキサスレンジャーズに移籍。オリックスバファローズを自由契約となった坂口ともた北海道日本ハムファイターズを戦力外となった浮森敦史を獲得。 雪が肩の負傷を理由に戦力外として育成選手契約を結び松本雄一が現役を引退した3月23日選手10名が去年夏の高校野球決勝の勝利チームを予想し掛け金を集め予想の当たったものに分配していたことが発覚したチームは手法のバレンティンを書いたことが響き9年ぶりの開幕4連敗を喫した 以降もドラフト1位ルーキーの原樹里が、右肩康化筋に配られ、エースの石川が、左ふくらはぎ通、立山も右肘の手術と、投手陣だけでなく、山田が左第八肋骨骨座礁。昨年首位打者の川端が、右足舟上骨骨折、打点王の畠山も左手首痛、夕平が、左脇腹痛、大尾毛も、腰痛で離脱と昨年にはなかった主軸の故障者が、 続出したことで会に低迷した。6月26日の中日戦では、守護神、オンドルセクが、守備固めで入っていた、日屋根のミスで同点に追いつかれたことに対し、交番後に暴言を吐き、禁慎処分が下されたことが、引き金となって7月21日に退団し、さらなる苦境に陥る。低迷する、チーム状況の中、5月30日に、 韓国からがはじめ君を獲得し、7月5日に、ヨシキを支配下に復帰させ、7月20日に、ヤギ両友との交換トレードでオリックスから混同、カズキを獲得し、デコ入れを図った。7月24日の対中日戦で、ヨシキが1786日ぶりの勝利を挙げた。9月19日に、DNA が勝利したことで、B クラスが確定し、 最終成績は5位に終わった。山田が2年連続のトリプルスリーを獲得したものの、投手陣は、チーム防御率4.73、失点694とセリーグ再開、1970年以来の2桁勝利、投手ゼロと不名誉な記録を残した。森岡良介が現役を引退した。前年と同じく、川端、畠山、バレンティン。 中村雄平、小川、秋吉良、雄平、大匹らチームの主力級に故障が相次ぎ、交流戦から終盤まで最下位に低迷した。5月30日のオリックスバファローズ戦から6月10日の千葉ロッテマリーンズ戦まで10連敗、そして7月1日の阪神戦から7月21日の阪神戦まで14連敗を喫した。 前半戦だけで2度の10連敗以上の大型連敗を喫し、これは1956年の高橋ユニオンズ以来61年ぶりであった。7月26日の対中日ドラゴンズ戦で史上4度目、セントラルリーグでは66年ぶりとなる最大10点差をひっくり返しての逆転勝利を収めるも、記録的な低迷は続き、最終的には、 球団ワースト記録を更新する96敗を喫し、3年ぶりの再会が決定した。また、チーム打率、得点、本塁打もリーグ再開に終わった。真中監督が辞任し、公認監督として2014年まで指揮を取った小川厚が復帰することになった。第2次、小川監督時代2月7日に、元メジャーリーガーの青木範りが7年ぶりに復帰。 序盤は苦戦したものの、交流戦開始頃から巻き返し、6月17日の日本ハム戦に勝利して、初めて交流戦最高勝率を決めた。過去2年は怪我人に泣かされたが、大きな故障者も出ず、後半戦でも A クラスを維持し、10月1日に3年ぶりとなる3位以内と CS 進出が決定した。2日の DNA 戦に3から2で勝利して2位が、 確定し、神宮球場での CES 開催権を得た。しかし、迎えた CES では巨人に2連敗し、3年ぶりの日本シリーズ進出はならなかった。松岡健一竹内新一、山本哲也が現役を引退した。1月24日にソフトバンクを戦力外となった、五十嵐良太が10年ぶりに復帰。 4月26日と5月26日に、青木のリチカ、山田哲とバレンティンによる、同シーズン2度の3者連続本塁打を記録したが、5月14日から6月1日に、かけて、リーグワーストに並ぶ16連敗を喫するなど、序盤から苦しんだ。シーズンを通しては、山田哲と村上宗隆、バレンティンの3人が30本塁打以上を記録したが、 当主人が苦しんだこともあり、前年の2位から一転して、借金23の最下位に沈んだ。小川厚監督の辞任が決定し、宮本真也ヘッドコーチの辞任も発表され、次期監督には二軍監督を務めていた、高津慎吾が就任することとなった。村上宗隆は、高卒2年目ながら36本塁打96打点を記録し、新人王のタイトルを、 獲得、10代におけるシーズン最多本塁打を更新、中西太氏が1953年に記録した、高卒2年目以内の最多本塁打に並んだ。ドラフトでは目玉であった、星陵高校の奥川強進を3球団競合の末に交渉権を獲得した。また、メジャー通算1367安打、14年は、青木と同僚で15年には、遊撃手として、 ゴールドグラブ賞を受賞したアルシデス・エスコバー、楽天を退団した島、島本博今野隆太、ソフトバンクとの再契約を保留していた、長谷川中輝きを支配下として獲得。9年間在籍して、主軸を張ってきたバレンティンが、ソフトバンクに移籍。立山翔平、畠山和弘、三輪の正義、寺原隼人が現役を引退した。 高津監督時代2020年、新型コロナウイルス感染拡大の影響で3月20日に予定されていたプロ野球の開幕は延期されることになり、6月19日に無観客試合で開幕した。序盤は上位争いを展開していたが、徐々に失速していった。10月14日の DNA 戦からベンチ担当の 斉藤隆投手コーチとブルペン担当の石井博都投手コーチを入れ替えるなどしたが、2年連続再開に終わった。五十嵐良太、中澤正人、井野拓が現役を引退した。オフに、長打力不足解消のため、内野に前パイレーツのホセオスマ、外野に前インディアンスのドミンゴサンタナを獲得するなど、大きな補強を行った。 2021年課題の先発投手の補強として、シーズン開幕前に、広岡博士との交換トレードで読売ジャイアンツから、田口レートを獲得。前半戦は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、開幕までに来日ができなくなった、新外国人のオスナとサンタナを書き、昨年同様に、 超打力不足による頻打が解消されずに、オープン戦再開で開幕を迎え、開幕カードも全敗して3連敗スタートを切ってしまった。4戦目でようやく初勝利を挙げるも、直後にコロナウイルス陽性と診断された2番手保守の西田明を、濃厚接触者と判定された2番打者の青木と、代打の切り札の川端が離脱してしまい、早々に厳しい状況に陥った。 しかし、昨年から、打線の中心を担った村上と高いオプスを、記録したが、故障のために昨年はほとんど出場できなかった。塩見康隆が、中軸に座り、塩見同様に昨年故障に苦しんだ。正保守の中村が2番に回り、打線をケニーにすると、投手陣も奮起して苦しい状況下にもかかわらず、チームは一気に盛り返していくことになる。 4月中旬にはここまで不審だった山田が一気に状態を上げ、月末に合流した、サンタナも主に6番と7番、オスナも5番打者として期待通り高いオプスを記録して、打線を支えるなど、昨年から打って変わって、オフェンス面が強力になり、大きな連敗も少なく、勝ち星を重ねた。6月以降は2番に戻った青木が復調したこと、オスナとサンタナの加入以降、 中軸から、リードオフマンに、塩味が固定されたことから、より打線の厚みも増すことになり、リーグ1位となる得点、オプス、出塁率を記録した打線と、打者有利の本拠地、神宮球場で、チーム防御率4位と奮闘した、投手陣が噛み合って10年ぶりの貯金10、首位の阪神に2.5ゲーム差の3位をつけた。後半戦は、オスナが大不振に陥ったことで、 打線も、全体的に低調になるも、変速ローテーションいながら、抜群の安定感を見せた、奥川強心、援護がないながらも奮闘した、高橋慶二の両先発陣が中心となって試合を作り、今野龍太、清水昇、る、スコットマクラフをはじめとしたブルペン陣もゲームを、しっかりと締めることで、9月後半から一気に調子を、上げて9連勝、13戦負けなしの成績で、 半身をかわして首位に立った。なお、ヤクルトの9連勝は2011年9月以来で、13試合連続負けなしは、球団史上初のことであった。10月26日に横浜スタジアムで行われた DNA 戦を5対1で勝利し、6年ぶり8度目のリーグ優勝を決めた。2015年同様に前年度最下位からのリーグ優勝となり、セリーグでは5度目。 パリーグを含めると6度目の事例となった。2年連続再開からリーグ優勝となると、セリーグでも2015年以来となる球団史上2度目の、快挙達成となった。また、優勝翌日の10月27日にはパリーグで、昨年再開だったオリックス・バファローズが優勝を、達成したことで、プロ野球史上初となる両リーグともに再開から、リーグ優勝を決めた。 チーム最多価値は、小川、奥川の9勝。二桁勝利投手0人での、レギュラーシーズン最高勝率や、日本シリーズ出場は、2000年の大英ホークス以来21年ぶり、史上2度目。なお、リリーフ陣の勝利は12球団で、トップの24勝だった。また、先発で、規定投球回に到達した投手はいなかった。 規定投球会以上投手が不在でのレギュラーシーズン優勝は2019年の西部以来3年ぶりに同目である。クライマックスシリーズは3位から勝ち上がってきた読売ジャイアンツと対戦。初戦を奥川のプロ初の無失球完封で勝利すると続く2戦目は高橋が6回無失点の好投を見せて勝利。大手をかけた3戦目は打球直撃で緊急降板した。 原樹里の後を受けた、金久保優斗が5回まで1失点の高騰を見せると、7回に青木のタイムリーで逆転。8回に同点に追いつかれたが、そのまま逃げ切って、初となる9回をもて、引き分け打ち切りによる優勝を勝ち取り、6年ぶり8回目の日本シリーズに進出を決めた。MVP には初戦に無四球完封を飾った奥川が選出された。 11月20日から始まった日本シリーズは同様にリーグ制覇から CS を突破したオリックスと対戦。第一戦は投手タイトルを独占して沢村賞を獲得した相手先発の山本義信に対して奥川が譲らず7回1失点と高騰し8回に村上のシリーズ初本塁打で勝ち越すも幕が不が打ち込まれてさよなら負けを喫した。しかし 第2戦の高橋のプロ初完封勝利を皮切りに東京ドームで開催されたホームゲームの第3戦と第4戦目も1点差のゲームを制して3連勝となり日本一への大手をかけた大手で迎えた第5戦は9回表に勝ち越し点を取られて1点差で敗戦11月27日に行われた第6戦は 1>, 1から1の同点で迎えた延長12回表に、代打の川端が勝ち越し点を挙げて延長戦を制し、2001年以来20年ぶり6度目の日本一となった。MVP には中村雄平が選ばれた。セリーグ球団が日本一になるのは2012年の巨人以来9年ぶりとなった。12月2日に発表されたゴールデングラブ賞を 中村雄平が6年ぶり2度目となるセリーグ保守部門で受賞した。球団の保守でゴールデングラブ賞を複数回受賞するのは古田厚也の10回、大谷明彦の6回に次いで3人目となり、保守部門での球団合計18回の受賞は両リーグで最多である。1950年から2016年までの順位の変遷。赤い丸は 日本シリーズ優勝を示す、いずれも、迷宮会、メンバー、スワローズの名称は、当時の国鉄では、唯一の特急列車、かつ、日本最速だった、ツバメ号に由来する。球団機には、列車のヘッドマーク等に使われていた、ツバメマークを採用し、スワローズのロゴデザインは、国鉄のデザイン室がデザインしたものを今日まで使っている。 スポーツ新聞の見出しでも、縁あるいは、ツバメと書かれることもある。神宮野球場の、バクローと、ツバミペットマークは、基本的にツバ、バクローを使ったものが使用されるが、一部メディアでは、ツバメ太郎を使ったものを使用。東京温度に合わせて踊るスワローズファン応援歌では、オリジナルで作曲したものと、従来のポップス曲に声援を加えたものとに分かれる。 そして、得点が入るとビニール傘を振りながら、東京音頭を歌うのが、スワローズの応援の特色。東京音頭を、初めて応援に使ったのは、東京オリオンズであるが、東京オリオンズの本拠地移動もあって、1978年の優勝と前後して始められた。神宮の応援団から始まったが、現在は、全国で行われている。公式ファンクラブ。 スワローズクルー2013年より、リニューアルされた公式ファンクラブで、2015年3月、現在、佐田雅史と、出川哲郎と、村上春樹が芸能人枠として、スワローズクルー名誉会員に登録している。本拠地である、神宮球場で行われる試合の前売りチケット、購入や常設グッズショップでのショッピングでもポイントが貯められる。会員は、 プラチナゴールドレギュラーキッズライト、無料の6種類となっている。セリーグ首都圏3球団合同企画2012年から、東京ヤクルトスワローズ読売ジャイアンツ横浜 DNA ベイスターズとの3球団合同で、GSDB プロジェクトを立ち上げ、ファンクラブ会員に限り巨人、DNA 主催のヤクルト戦で来場ポイント付与や、 会員限定イベントの実施の互い等試合の前売りチケット優先販売や球場 DJ、チアチームマスコットキャラクターの相互訪問を行っている。本拠地の神宮球場が大学野球最優先でスケジュールを組んでいる関係で、かつては広島と並んで地方開催がセリーグで最も多かった。特にセパ交流戦導入以前は、 日本全国と言って良いほど各地で試合を行っていたが、日本ハムの札幌移転や仙台を本拠とする、楽天の新規参入といったパリーグ加盟チームの地方分散化、さらには交流戦開始などの影響もあり2000年代後半以降は、他球団同様、地方開催を縮小する傾向にあり、現状では年間で4から5試合に抑えられている。なお、2020年は、 東京オリンピックパラリンピック開催期間中と、その前後は、本拠地の神宮球場が資材置き場、VIP 待機場所となるため使用不可となることから、巨人の本拠地である東京ドームで、初の主催試合を7月上旬から9月上旬に、かけて11試合を行う予定で、他に、松山の2試合と合わせて、地方開催を13試合を行う予定としていたが、 東京オリンピックの開催が延期になったことを受けて、東京ドームでの主催試合開催分はすべて、神宮球場での開催に変更になった。2021年は、延期になった、東京オリンピックパラリンピック開催期間中と、その前後は、本拠地の神宮球場が資材置き場、VIP 待機場所となるため使用不可となることから、巨人の本拠地である、東京ドームで、 初の主催試合を8月下旬から9月上旬に、かけて6試合を行い、他に、松山の2試合及び静岡での2試合と合わせて、地方開催を10試合行う。地方開催の中でも特に開催の機会が多い、球場として、秋田県立野球場、福島県栄安馬球場、静岡県草薙総合運動場公式野球場、松山中央公園野球場等が挙げられ、 年次によっては、同一球場で2試合が組まれることがある。この内松山は、周期キャンプで使用している園から、基本的に毎年2試合組まれており、特に2013年は3試合が組まれた。これらの球場では交流戦開始前にはなかった、対巨人戦も行われるようになり、2009年は、福島県営ヤズマ球場で1試合、2010年は、 ボッチャンスタジアムで2試合、2011年は、アズ球場で1試合と静岡県、草薙総合運動場公式野球場で4試合の、計5試合の巨人戦が、地方開催が行われている。かつては、ロッテの本拠地である、千葉マリンスタジアムでも東京6大学野球が、行われる毎年5月下旬に主催試合が、開催されていたが、 セパ交流戦開催に伴い2005年は7月開催となり、2006年以降は、同球場を本拠地とする、ロッテ主催の交流戦に切り替えられて、ヤクルト主催では実施されていない。この地方開催の多さもあってか、他チーム主催の地方開催試合で、相性の良さを発揮することもある。例えば、富山アルペンスタジアムで開催される巨人。 中日主催試合では2016年9月現在発戦6勝に分けと負けがない。長崎県との縁1970年代から2002年までのほぼ毎年、球団オーナー松園直美の出身地である長崎県での公式試合が開催されていた。1976年ドラフト1位で入団した松園と同じ長崎出身の坂井圭一を当時、 球団最高額の契約金3000万で契約。しかし松園は、酒井は、ゴールデンルーキーだ。手取りで3000万円にできないものかの鶴の一声で、800万円、上乗せされた。さらに、長崎市内のホテルで行われた、酒井のためだけの入団発表には、松園オーナーも同席。その後、異例のパーティーまで開かれ、 当時の長崎県知事ら県内の政財界の大物まで出席した。費用の200万円も球団が負担した。松園は、翌1977年、地元上長崎新聞の社長に就任。1988年に退任するが、その翌年の1989年、長崎県民放テレビ第3局、長崎文化放送の 初代代表取締役会長に就任。長崎文化放送は、長崎新聞主導で設立され、ヤクルトスワローズの放送権を持っているテレビ、朝日系列フルネット局となった。一方、長崎出身の歌手、佐田正史は、巨人、長島茂雄の大ファンだったが、1980年に、長島が、巨人監督を解任されると、 同郷の松園と信仰が深かったこともあり、ヤクルトファンに転向選手の長崎遠征時には、名物の湿く料理でもてなすなどしている。1997年に会場した長崎、県営野球場で初めて公式戦を行った際、9月6日の一戦目が、雨で中止、翌日の試合では7回途中、コウコールド負けとなった。 その後も、長崎での公式戦を開催していたが、松園が1994年に死去。また、ヤクルト本社の事業再編による、長崎工場の閉鎖もあったためか、2002年を最後に、ヤクルト主催の公式戦は開催されていない。2009年、7年ぶりに、長崎で試合を行ったがこの試合は、巨人主催のビジターゲームだった。 東日本大震災後の太陽神宮球場は学生野球を最優先とするため学生がデーゲームを基本とする以上プロの試合はナイトゲームを原則とせざるを得ない。しかし東日本大震災直後には学生との調整を行って神宮球場でデーゲームを行った例もある。 地震発生直後の2011年3月、セリーグは一旦は3月25日に開幕させる決定をした。この時、ヤクルト球団事務所にはファンからの苦情電話が殺到した。9割が25日開幕に批判的な内容であったが、多くの企業が計画停電で損失を出している中で、デーゲームやドームを使わない。 東北や関東での試合開催をしないという選択肢もありながら新球団常務はヤクルト本社の損失も大きいという理由から開幕を決断をしたその後文部科学省からの要請を受けると一転してナイターを自粛し開催地を地方球場に変更する可能性があることを示唆したその後神宮を主会場とする東京六大学 当都の両大学生野球連盟の協力を得て、草薙に球場を変えた4月26日から4月28日の巨人戦以外の4月の主観試合については、神宮でのデーゲーム開催が実現した。国鉄の列車、ツバメ号のヘッドマークに使われていたツバメマークを使用。当時の親会社、産経新聞社の社旗をアレンジしたものを使用。 2019年シーズン現在、夏季8社が、トップスポンサー契約締結している。チームの愛称、スワローズが日本語でツバメを意味することから、それと同じ名前を地名にしている新潟県ツバメ市と、ツバメ市に本社を置く、ツインバード工業、和平フレーズ、エコー金属、北越工業、ツバメ食品の5社が協賛し、2011年から、スワローズ、 演子交流事業の取り組みをしている。セリーグでは各球団の申し合わせにより2002年度からホーム用ユニフォームに限定してスポンサー広告を掲出できるようになったがスワローズでは2005年まで掲出していなかった。2006年オフィシャルスポンサーとなったユニデンがホームユニフォーム左胸、価格コムが ヘルメットにそれぞれ形出を開始したのを皮切りにユニフォーム広告を採用した。契約満了後の2008年は形出を見送ったがユニフォームのデザインを変更した2009年に再開。2010年からは親会社、ヤクルト本社の商品名を記したエンブレムやステッカーを形出している。東京ロゴのサードユニフォームを巨人との東京シリーズの ビジターゲームで着用する際には、2020年は規定に配慮して、広告をユニフォームと同素材の当て布で隠していたが、時折剥がれることがあったため、2021年は別に広告がないものを作成した。過去太字は、リーグ優勝は、日本一1950年の1953年。 西垣徳夫1954年から1955年、藤田総一1956年から1960年、宇野光夫1961年から1962年、砂押し国都市1963年、浜崎慎治1964年から1965年、林吉一1966年から1967年、 飯田徳次1968年から1970年、別所竹彦1971年から1973年、三原治1974年から1976年、荒川博1976年の1979年、広岡達郎1980年から1984年、 竹上史郎1984年から1986年、土橋正幸1987年から1989年、関根淳造1990年から1998年、野村克也1999年から2005年、若松務2006年から2007年、古田敦也2008年から2010年、 高田茂る2011年から2014年、小川敦志2015年から2017年、真中光る2018年から2019年、小川敦志2020年、高津慎吾球団として公認された永久欠番は2015年現在ない。他に、欠番的な背番号には以下のものがある。生え向き、またはフリーエージェントで獲得した選手で、 かつ対象者に推薦が必要とされる。2016年現在、球団公式サイトには応援ソングとして、We Are the Swallows のみが掲載されている。1962年に国鉄球団と業務提携を結んだ富士テレビジョンは、当時高楽園球場のテレビ放映権が、包括的な放映権契約を独占で結んでいた日本テレビ放送網しか与えられていなかったため、 当時東映フライヤーズがメイン球場としていた神宮球場を本拠地にすることを前提に球団経営を引き受けたと言われる。その後戦術通り1965年のシーズン開幕直後に正式に球団譲渡を受け入れて 3K スワローズとした。なお、国鉄球団が富士山系グループの公演を受け入れるにあたっては、後楽園の放映権の絡みから、 神宮球場に隣接する神宮第二球場を富士山系グループ主導で建て替えて専用球場とする計画をしていたが日本学生野球協会などからの反対意見や明治神宮も第二球場をアマチュア専用球場にした意向もあったためか第二球場ではなく学生野球との日程調整をしそれを優先させる形で主球場への移転を認めたという経緯がある 国鉄から球団を買収した産業経済新聞社フジテレビジョンは共に富士山系グループの企業である。1970年に山経新聞は球団経営から撤退したがヤクルトは引き続き富士山系グループが球団を講演することを条件位に経営を引き受けたという。2000年にヤクルト球団の第三者割り当てで 産経撤退後も5%弱の球団株を保有していた。富士テレビは従来の分も合わせて20%程度の株式を引き受けることとなり、球団と業務提携を締結した。これに伴い、富士テレビと同じ富士産経グループのラジオ局、日本放送も従来以上にヤクルト球団をバックアップすることとなった。 一方で日本放送は1979年以来、横浜ベイスターズの株式を保有し、同一企業とそのグループが、複数の、しかも同一リーグに所属するチームに関与していることが、長年の問題になっていたが、2005年に、ゴールデンイーグルスのオーナーの楽天が、横浜ベイスターズのオーナーの TBS との、資本提携を図った際に、ネゴコミッショナーは、楽天とは異なり、 富士テレビは横浜、ヤクルト両球団に対して実質的な支配権を持っていないとの見解を示していた。その後、保有していた両球団の株式は日本放送と富士テレビの持ち株会社化で富士メディアホールディングスへと移転したが、ベイスターズの株式については2012年以降同球団の親会社となった DNA に2016年までに 売却したため、ようやく長年の問題が解決した。富士テレビ1では、これまでの対巨人戦の地上波とのトップリレーナイターに加え、2005年から巨人戦以外の主催ゲーム全試合をスワローズ・ベースボール・ LVE という題で CS 衛星放送独占中継することになった。それ以前の1998年から2004年までは、当時富士テレビが 資本参加していたスカイスポーツ、J スカイスポーツ、J スポーツで富士テレビに一本放送とその関連法人である八ーテレビとの協力を得て前述の巨人戦を除くヤクルト主催主観の全試合をスカイスタジアム、J スカイスタジアム、J スポーツスタジアム野球好きにて放送していたまた CS が普及する前は巨人戦を富士テレビと テレビ朝日が放送していた。それ以外のカードは、地方開催を中心とした一部のデーゲームを、富士テレビとテレビ朝日を中心に、稀に、テレビ東京で巨人戦裏カードの全国中継ナイターは、テレビ朝日が、西武ライオンズ戦と同様の扱いで平日を中心に年度によっては、相当数を放送した。一方、フジテレビは、 優勝争いがかかった時を中心に放送し、テレビ東京も年度により放送していたが、いずれも散発的なものだった。その一方独立局では、テレビ神奈川が随時、TBK ハイアップナイターとして、特に太陽との対戦を中心に、太陽戦の放送がない時もタカードを合わせる形で、年数10試合を放送し、特に大阪神予選は、 サンテレビや KBS 京都にネットすることがあった。また CS テレビが放送ではなく通信であった1990年代のごく一時期ではあるが、朝日ニュースターでごく数試合、テレビ朝日協力によるヤクルト戦の中継をケーブルテレビ向けに配信したことがあった。さらに1967年からごく数年間、当時独立局で、 経営難にあえいでいた東京 12CH が全日放送に復帰するにあたり番組ソフト不足解消の一環として富士テレビから放映権を譲渡する形をとって巨人戦以外のヤクルト主催主幹試合を東京 12CH から放送したこともあったこの時も球団資本の関係で解説者とアナウンサーは CX からの派遣で賄っていた 1974年までは TBS が優先権を持っていた太陽主催、主観試合と富士テレビの 3K ヤクルト主催、主観試合の放送権の一部とを交換する形で太陽戦の優先権がネットテレビに移動した1975年にはネット系からネットチェンジした直後の毎日放送が保有していた。 阪神主催試合の権利の一部と交換する形で、TBS テレビも、ヤクルト主催、主観試合を水曜、日曜の大巨人戦を中心に放送していた。また、神宮球場への移転で、富士テレビに優先権が移った後も、1960年代には、富士テレビ TBS ネットテレビのいずれも中継できない、場合に限り日本テレビが、大巨人戦を、 散発的に中継した例がある。3K アトムズ時代の1967年10月9日、横浜公園平和野球場で行われた、対中日戦、ダブルヘッダーでの出来事。試合で使う、予定の公式球を搬送していたスポーツ店の、自動車が、交通渋滞の煽りを受け、試合開始予定の正午を過ぎても到着しないという、ハプニングが起きた。 そのため公式記録員がセリーグの鈴木隆二会長に連絡を取ったところ鈴木は応急処置として中日側の了解を得て練習級で試合をするようにと指示を出したものの中日側はこれを拒否結果的には公式級の到着を待って37分遅れで試合が始まった当時セリーグのアグリーメントではダブルヘッダーで試合を行う場合第一試合は 日没5時間前までに開始しなくてはならないと定められていたことから中日の西沢道夫監督はこのままでは第2試合は中止になってしまうのではないかと抗議したが日程調整上当初のダブルヘッダー開催を強行した。1978年10月4日ヤクルトは地元神宮で対中日戦を行った。 ヤクルトの応援席のライト側外野席には、国鉄スワローズ3系アトムズヤクルトスワローズ初優勝。29年間のご支援ありがとうという胸の横断幕がすでに試合前から形容された。そして圧倒的な9から0のリードで迎えた9回、1死1塁から谷沢健一の打球が、セカンド頃からの月通となり、念願の地元道上げで、初優勝を達成した。 決定の瞬間、選手らが一塁ベンチから飛び出して、広岡達郎監督を胴上げすると、興奮のあまりに、客席からグラウンドに飛び出したファンからも、祝福の胴上げや拍手をし、優勝記念の表彰式どころの騒ぎではなくなっていた。この模様は、フジテレビから全国に放送された。さらにバックスクリーンのスコアボードにもセリーグ参加のほか、 5チームに対するお礼のコメントを書いた垂れ幕が掲げられた。二人のリリーフ投手、いがらしりと、石井博俊のコンビ。いがらは、日本人右投手最速の実速 158km の直球を、石井は、日本人左投手最速の実速 155km の直球をそれぞれ持った、9回最速のリリーフコンビとしてその名を轟かせた。 ロケットボーイズという愛称自体は2002年5月にファンの公募で決められたものである。もともとリリーフエースの高津慎吾へつなぐセットアッパーとしての役割を果たしていたが高津が FA でシカゴホワイトソックスに移籍したことで2004年から五十嵐がストッパーとなる。五十嵐は抑えの守護神として2004年度リーグ最多の66試合に登板して 球団新記録となる42セーブポイントを挙げ、最優秀9円のタイトルを獲得した。一方の石井は2004年度、故障とアテネオリンピック出場でチームを離れることが多かったが、後半戦での当番機会は多く、中継ぎエースとして活躍した。しかし、2009年に、井原氏が FA で大リーグのニューヨークメッツに移籍したことに伴い、ロケットボーイズは、 コンビ解消となった。2011年に石井が現役を引退し、2軍コーチに就任。2018年、五十嵐が日本球界復帰後に在籍をしていたソフトバンクから戦力外通告を受けたことで、2019年春にヤクルト復帰が決まった。当時石井は1軍投手コーチであったため、選手とコーチの関係ではあるが、 ロケットボーイズは10年ぶりに復活を果たした。翌2020年をもっていがらが現役を引退したことで再びコンビ会賞となった。2005年秋に古田厚也が監督に就任し、日本プロ球界では29年ぶりとなる選手兼任監督が誕生した。日本プロ野球選手会の会長でもあった古田は、かねてからファンにとって プロ野球をもっと身近な存在にしたいという思いが強く2004年の球界再編問題で自ら奔走した経験からその思いをより強くした。そこで監督就任とともにファンサービス向上や地域密着の強化などを柱とした球団改革構想 F プロジェクトの活動を同年11月1日に開始した。F プロジェクトの F は古田のほか。 プロジェクトが目指すファン、ファン、フルの3つの言葉を表しており、より、ファンと、選手、チームの距離を身近なものにして、本拠地の明治神宮野球場を、スワローズファンで満員にし、かつ単に応援するだけでなく、ファン自らチームに参加してもらい、共に楽しみを分かち合いたいという願いが込められていた。プロジェクトには古田、フルタのかヤクルト球団職員、外部からも、 価格コム社長の秋田誉れや芸能、放送関係者を招聘し、IT 産業やマスメディアを巻き込んだ球団の多角的経営を目指すことを打ち出した。同年11月23日に神宮で行われたファン感謝デーに合わせて、球団モバイルサイトの URL の QR コードが、すり込まれた名刺が作成され、当日は古田自らファンにこの名刺を配布する。 パフォーマンスが繰り広げられた。さらに、都内の企業とも、オフィシャルパートナーシップを締結し、価格コムのほか、家電製造業のユニデントも契約した。また、都民参加型のチームを作るという観点から、東京都民銀行ともスポンサー契約を締結した。なお、これらの企業との契約は、古田退任後に解消されたものも多く、東京都民銀行に至っては、 巨人の本拠地である東京ドームでの広告掲載に切り替えている。さらに古田は球団に対し、当時の球団名、ヤクルトスワローズに東京を監視、地域密着をアピールすることを提案した。古田は1990年代半ばから契約公開交渉の席などで球団幹部に対し、球団名に都市名か地域名を入れることはできないかと。 提案を続けてきたものの実現には至らなかったが、球団の F プロジェクトの立ち上げを機に協力することを決定。球団名を東京ヤクルトスワローズと変更した。なお、球団名に東京を冠していた球団は過去に例があり、戦前の東京巨人軍、東京セネタース、大東京軍、戦後の東京オリオンズの4球団。 東京オリオンズは1969年を最後に、ロッテに解消したが、東京ヤクルトはそれ以来37年ぶりに、東京を冠する球団となった。また、これを機に、神宮球場がある明治神宮外苑周辺の、新宿区、港区、渋谷区の3つの特別区をホームタウンと位置づけ、スワローズタウンと銘打って、地域密着活動を行う方針も決定した。もっとも、 ヤクルト本社や全国のヤクルトの販売会社からは東京編長と反対意見が出たという。この F プロジェクトが立ち上げられた背景にはヤクルトの主催公式戦の観客動員数が慢性的に減少していたという事実がある。14年ぶりのリーグ優勝を果たした1992年には247万7000人を集めたが、以後は徐々に減少。 2005年から動員数は実数発表となったが、同年は130万人台にとどまった。本拠地の神宮球場では、スワローズファンの来場者減少が顕著な一方で、巨人の本拠地である東京ドームと比較して、チケットが取りやすいことから、ビジター球団のファンの来場者が多く、ビジター側のファンが、スワローズファンの数を上回ることがしばしばある。 特に大巨人戦や大阪神戦では、ビジター側の三類、左翼側だけにとどまらず、あぶれた観客が、ホーム側の一類、右翼側に入場するケースも多い。こうした現状に対し、選手会長の宮本晋也は、かなり複雑な気分。観客数が多くても、自分たちを応援してくれる人が少ないのは、寂しい。いがらしりも、神宮は、ヤクルトの本拠地だが、 阪神ファンの方が多いと語るなど、選手の間からも現状を憂える声が上がっており、スワローズのファン層を拡大し、来場者を増やすことが求められていた。また、神宮球場でのデーゲーム開催数を増やす方針も打ち出された。神宮球場は、学生野球公式戦のスケジュールが優先されているため、ヤクルト主催公式戦は4月初旬の週末を除き、 ほとんどがナイター開催となっていた。だが2005年から球団は学生野球側と積極的に接衝を行うようになり、デーゲームの開催数が増加。学生野球がシーズンオフになっている6月にもデーゲームが開催されるようになった。さらに F プロジェクトの活動開始に伴って接衝が行われた結果、2006年には、 トートリーグに割り当てられていた5月3日5月4日のデーゲーム枠を取得、集客力の高いゴールデンウィークのデーゲーム開催を実現した。さらにこれまで暑さ対策のため自発的にデーゲームの開催を見合わせてきた8月についても2013年以後、一部の週末開催で17時開始の白母デーゲームとして行う試合もある。このか。 都内を本拠とする他のプロスポーツチームとの提携も積極的に進め2006年7月には J リーグの FC 東京と東京のスポーツ振興に共同で取り組むと発表を双方のファンの取り込みを目指した共同キャンペーンなどを展開しているまた同年9月には BJ リーグの東京アパッチとも提携を結んだ2009年からはヤクルト球団 FC 東京、大井競馬場による三者共同キャンペーンも行っている。なお、古田の引退、監督辞任により、F プロジェクトは2007年シーズンをもって活動を終えたが、球団は2008年以降もファンサービスの改善に取り組む意向を示しており、F プロジェクトで行われていた日替わりのデイイベントは、同年以降も継続して実施している。 主な活動2007年7月11日の対、広島東洋カープ戦で、両チーム12本の本塁打を放ち、延長11回参考記録ではあるが1試合の合計本塁打数のセリーグ最多対記録を樹立した。また、1試合8チーム本塁打は、スワローズの球団新記録である。試合は、延長11回、ラミレスのサヨナラ本塁打で、 スワローズが12から10で勝利した。なお、この日は強いハエが吹いており、出場した宮本真也等が、バックスクリーンから外野方向への、いわゆる、ホームランフが、この結果に影響したと後に証言している。ヤクルトは2009年6月14日の対、オリックスバファローズ4回戦の5回をもてプロ野球新記録となる11打数連続アンダーを、含む、 打者15人の猛攻で10点を挙げた。2から2の同点で迎えたこの回、先頭の青木のりちかが、中前安打したのを皮切りに、アーロン・ガイエル、飯原・ホマレ氏の連打で勝ち越しに成功。さらに宮本信也の三塁戦への儀打が、内野安打となり、その後、田中博康まで9車連続で単打を放って、計6点を挙げ、通算8回目となる1イニング。 最多連続打席安打のプロ野球体記録に並んだ。さらに再び打席が回った、青木の死球を挟んで、続くガイエルが満塁本塁打を放ち、この段階で、千葉ロッテマリーンズが3日前の同年6月11日に、達成するなど、過去3回記録された1イニング、最多連続打数安打の体記録に並んだ後、飯原が二塁打を放って、記録を11に更新した。 試合はヤクルトが、計20アンダーを放ち、ランダ戦の末に14から10で勝利した。またヤクルトは、過去、1998年4月22日の対、中日ドラゴンズ戦の1回裏にも1イニング10、打数連続アンダーを達成しており、NPB 史上初めて1イニング10打数以上の、連続アンダーを2度記録したチームとなった。6月16日、 神宮での対ロッテ戦が中止となった際に行われたチーム全体練習で一本目を放った青木が取材を受けた折、校長の相手打線について問われ、ロッテのマリンガン打線には負けませんよ。こっちは世界一ツバメのギネス打線です。打ち勝ちますよと答えたのをきっかけに、ギネスワールドレコーズ社の関係者がこれに着目し、調査した結果、MLB でも達成されていない。 価値のある記録としてヤクルト球団関係者に記録申請を進めた。球団内部には当初記録は破られるものなど申請に消極的な意見もあったが選手側からなかなかできない記録だしぜひとも名前を残したいと強い要望が寄せられたことから協議した結果6月29日に申請を決定7月13日付で ギネス世界記録に認定された。7月15日の対読売ジャイアンツ10回戦の試合前に認定賞の贈呈式が取り行われ、ナインはその時使ったバットを持って記念撮影に臨んだ。当日の試合は青木が不審から先発を外れたものの、ヤクルトはくしくも記録達成時と同じ20アンダーを放って巨人を圧倒し、13から7で快勝した。 なお前述の通り、ヤクルトは、この記録達成と同時に死死球を挟まない1イニング、最多連続打席安打の大記録も達成しているが、こちらは、翌2010年6月7日、千葉ロッテマリーンズとオリックスバファローズが共に10社、連続安打を放って更新している。五回表の詳細後楽園から、神宮移転の経緯仙台移転誘致構想2004年6月、 宮城県の複数の市民団体がヤクルトスワローズを同県仙台市の宮城球場に誘致する活動を開始した。宮城球場は1973年から1977年までの5年間、ロッテオリオンズが暫定的に本拠地とするなど多数のプロ公式戦が開催されていたが、近年は老朽化や競合化など、設備の陳腐化が著しく、 県の財政難などもあり、改修、改築もままならない状況で、その打開策として、プロ球団を誘致する構想が浮上した。また、ヤクルト球団は、神宮球場の使用契約更新を1年ごとに言っているが、これが不安定要素であるとして、ヤクルトが本拠地点を検討している、可能性があるとの噂から、活動を活発化した。ただし当時、 ヤクルト球団はその胸の意思表示は全く言っておらず、あくまでも東京に本拠地を置き続けながら空白地帯だった東北地方の仙台でも定期的に主催試合を行い、サブフランチャイズとして市場開拓する意向があったと一部有敢指等で報じられた。団体は非公式ながら署名などの誘致活動を行い、5年後目途に誘致したいという意向を見せていたが、 直後にオリックスブルーウェーブと大阪近鉄バファローズの合併問題に橋を発する再編騒動が勃発し、その後は宮城県を保護地域とする新規参入球団の構想が浮上したことで同県のヤクルト誘致構想はそれに引き継がれる形で消滅した。宮城県の球団誘致は東北楽天ゴールデンイーグルスとして実現している。新潟県、新潟市による 誘致構想2009年9月から新潟県と新潟市が NPB 球団の本拠地もしくは年間10試合以上の主催ゲームを開催する準本拠地の誘致活動を水面下で開始した。同年7月1日に開場した新潟県縦の球場が NPB 関係者から設備面で高い評価を得たことが背景にある。2010年1月には 原則として、球団を特定せずに、NPB12 球団を対象とし、拠点の一つとして、年間数試合を開催する、準、フランチャイズとしての球団招致という方向性が決まり、3月24日に、県、市、県内在会関係者などからなる、プロ野球新潟招致委員会が発足。当面は公式戦の開催数増加を目指し、その上で、 準本拠地を招致し、最終的には本拠地招致を目標として段階的に誘致活動を実施することになり、NPB とセパ12球団に対し働きかけを進めることになった。一部報道ではある関係者がセ球団の誘致候補としてヤクルトの名を挙げていたが、前述の通り、現段階の方針は NPB 全球団に対する活動が中心であり、県、 市側からも、ヤクルト球団など、各球団個別に対する公式内市表示は行っていない。新潟県は、毎年9月に、神宮球場でのヤクルト公式戦で、日替わりのデイイベント、うまさぎっしり、新潟デイを開催しており、当日は、伊豆田博彦新潟県知事が観光 PR を行っているほか、支給式にも登板している。前述の経緯から、 イズタは2009年以降、新潟で開催の折に、ヤクルト球団幹部に、新潟での公式戦開催を要請しているが、球団側は2年連続で態度を留保していた。その一方で、新潟市に隣接する園市は同じ、ツバメという園から、2011年シーズンから、ヤクルト球団と交流、連携協定を締結し、2012年度以後も、継続して展開している。 その内容としては、ツバメ市民を対象とした米の田植え、稲刈りや、少年野球教室などのイベントに、球団マスコットのツバクローや、試合出場機会の少ない若手、育成選手、球団 OB を派遣することや、神宮で行われるスワローズ主観全試合においての、ツバメ市ヒーロー賞に選ばれた選手に対して、同志に本社などを置く情景共産各企業。 団体からの商品の贈呈など様々なコラボレーションを展開している。また上京協三各社は球団のオフィシャルスポンサーとして支援を行っている。なお、ヤクルト球団では同球場で初の主催公式戦として2012年9月8日9月9日に対読売ジャイアンツに連戦を開催した。ヤクルトが新潟県内で 主催公式戦を開催するのは1991年以来21年ぶりのことであった。2015年は2001年以来14年ぶりのセントラルリーグ優勝を果たした。この年は破壊力ある強力打線が存在感を見せ優勝の大きな原動力となった。中でもシーズン中盤から固定された2番、川端慎吾、3番。 山田哲と4番畠山和弘の活躍が大きく、川端は首位打者と最多安打を山田は本塁打王と盗塁王最高出塁率を畠山は打点王を獲得し、プロ野球では11年ぶりに同一チームで打撃タイトルを独占した。また打率打点本塁打の打撃タイトル主要3部門を同一チームの3人の選手で分け合うのは プロ野球史上初。2019年4月26日の対、読売ジャイアンツ戦で、菅野智之から2番、青木のりちか、3番、山田哲と4番バレンティンが3者連続本塁打を放った。4月30日から翌5月1日に、当時の金城天皇から皇太子への行為継承が行われたことで、平成から令和へ改元がなされたため、これが、 平成最後の三者連続本塁打となった。その試合から1ヶ月後の2019年5月26日の対中日ドラゴンズ戦で、清水達也から2番、青木のりちか、3番、山田哲と4番バレンティン、同シーズン2度目となる三者連続本塁打を放った。これが改言後初めての三者連続本塁打であるため、令和最初の三者連続本塁打となった。 したがって、平成最後と、令和最初の両方、を、青木、山田、バレンティンの3人で記録した、ヤクルト球団に関するカテゴリー、ありがとうございます。